ですね、ここは、ビフィロー栽培地帯ですね。やぶに、あえてしてあるのは、鳥に、種を食べられないように、このようにやぶにして、大豆と、トウモロコシの芽を、種ですね、まきました。今、大豆が芽を出しています。で、これがトウモロコシです。トウモロコシと大豆の芽が出てきました。もうね、このぐらい出れば鳥に食べられることはない。こういった、あえて木を置いておいて、取り除いていきます。本当にこの辺の一帯を耕してランダムに撒いたので、このようにランダムに芽が出てきています。この辺、そうですね、ここからね、木を取り除いて日が当たって成長が楽しみですね。